第3話、千葉テレビ決定、メンバーさばしの旅。ダーン！はい、どうもー！始まりましたー！オープニング動画ができたよー！すごない？ねえ、すごくない？ねえ、すごくない？今の！ねえ、すごくない？ねえ、すごくない？マジすごくない？オープニング動画とね、エンディング動画をね、その、やつるぎ魂っていう会社にね、頼みに行ったの。そしたらね、本当にね、いっぱいこう、ミーティングとかさ、こう話し合いとかしてさ、いや、こんなにやってくれるっていうぐらい、本当にやってもらっちゃった。いや、マジで、やつるぎ魂の皆さん、ありがとうございました。しかもね、朗報までね、携えて俺はね、戻ってくることができた、この家に。やばい、朗報を携えて、戻ってまいりました。そのね、やつるぎ魂のね、会社のね、こうやってオープニング動画、エンディング動画頼んで、その後に、社長のジョニーさんっていう人がいるんだけど、いきなりさ、おうおうおう、カズお前、なんだ、TikTok やんのか、いや、TikTok じゃねえや、YouTube やるのか、そうかそうか、まあ、YouTube はな、難しいよ、おう、まあ、よくわかんないけどよ、なんだ、千葉テレビに、宣伝でもするか、まあ、昔からの仲だしな、千葉テレビの2分枠、で告知とかなんか好きに使っていいぞ。12話。マジ！千葉テレビの2分枠決まりましたー！マジか！順調すぎるだろ。いや順調すぎるだろ。いやこれびっくりしたぞ。このゼロから始まる YouTube でさ、ゼロからさ、すべてをこうやって作っていくからさ、自分の知り合いにさ、頼んだりとかさ、こう、趣向、なんかこう、今までの人をこうやって駆使してたからさ、こう、いろいろやっていこうかなと思ったの。まさか、こんな早く、こんないい、なんか、話、いい話っていうのかな、テレビの話が来るなんて、いや、マジで思っても見なかったから、まさか、そこまで協力してくれると思えなかったからさ、いや、ほんとにびっくりした。ほんとありがとう。よかったね、皆さん。9月12日、朝7時30分から、千葉テレビで流れる、俺の2分枠、よかったら、見てねー！わーい！はい、ということで、こっからね、この YouTube の本題に入っていきたいと思う。こっからは、足を使って、いろんな人に頼まなきゃならないから、そう。まずね、メンバー探しの旅、LINE の友達の中から、つうか、それぐらいしかないし、こう、ちょっと頼ん、こいついいやつ、こいついいわっていうやつを、ちょっとピックアップしたの。そいつのところに、ちょっと、頼みに行って、行こうかなと思って。多分、もうみんな人生、今もう、さすがに人生歩んでるから、やってくれないだろうなって思うけど、メンバーになってくれなかったとしても、じゃあちょっとこれやろうよ、みたいな。ちょっとどんどん提案して、この YouTube を面白くしていきたいと思う。なぁうわぁ !4 人ピックアップしたんだけど、俺にターゲットにされたこの4人は、マジでもうしょうがない。申し訳ない。交渉したり、話しに行くのは、ただじゃん。知り合いだし、そう。とりあえず、行く話す、もうちょっと一回メンバー探しの旅 LINE 編4人編をちょっとこれからね、ちょっと始めたいと思う。ちょ、同じことの繰り返しになっちゃうかもしれないけど、うん、まあでもリアルにね、メンバーになってほしい4人だから、まずそのね、その4人をね、紹介したいと思います。マジキャラ濃いよ。いや、キャラ濃すぎて俺これどうなるの。マジキャラ濃いよ。いくぞー、せーの、